こんにちは、ももトラベラーです。新潟県瀬波温泉に来ました。あきこの足湯、ホテル前に足湯があります。歌人の与謝野あきこもこの温泉に滞在したそうです。本日お世話になるホテルはこちら、大江戸温泉物語プレミアム塩味噌です。早速入りましょう。うわー、目の前はオーシャンビューです。ラウンジになってるみたい。後で来てみます。フロントに向かいます。浴衣コーナーがありますね。館内は浴衣とスリッパで過ごせるようです。それではチェックインしましょう。チェックインが完了しました。客室へ行く前にラウンジで休んでいきます。こちらのプレミアムラウンジは滞在中何度でも利用できるんですよ。しかもドリンクが無料なんです。雄大な日本海の景色を見ながらゆっくりできそう。早速ドリンクいただきます。スイーツやスナック類もありますよ。岩船産コシヒカリ玄米茶やソフトドリンクもありますね。温かいお茶や紅茶、コーヒー、ビールサーバーまである。生ビールやサワーも飲み放題なんです。太っ腹だな。それでは客室に行ってみましょう。6階の客室に案内されました。チェックイン完了。それではお部屋に向かいましょう。ここですね。どんなお部屋か楽しみです。中に入ると上がりかまちになっています。それではルームツアースタート。目の前はオーシャンビューですね。こちらはスタンダードのお部屋、和室 12.5 畳です。このお部屋はお布団ですが、ベッド和室もあるそうです。奥には椅子とテーブルが置かれているシーティングエリアがあります。冷蔵庫や電気ケトルがあります。加湿付き空気清浄機もあります。こちらの扉は姿鏡ですね。クローゼットを開けるとセーフティーボックスにタオルに浴衣が入っています。
バスルームに入ってみます。広々した洗面台です。ペーパータオルもありますね。ドライヤーにハンドソープ、コップが置かれています。アメニティはフロント前にありました。お風呂もついています。温泉があるので多分利用しません。こちらはトイレになります。広々していて手洗いもついていますよ。ベランダに出てきてみました。綺麗。オーシャンビューも感動だけど、夕日も見ることができました。今日は波も穏やかです。そうでもないか、荒れてもないですよね。眺めているだけで時間を忘れてしまいそう。大浴場に来ました。女性の大浴場は露天風呂が2カ所あるようです。それでは行ってきます。瀬波の湯は100年を超える歴史ある温泉です。瀬波温泉を訪れた与謝野晶子はわずか2日間の滞在で45首もの歌を読み上げたそうです。それほど温泉に感動したのですね。豊富な湯量と95度の暑さが自慢です。体の芯から温まりました。成分はナトリウム塩化物泉、効能は神経痛、筋肉痛、冷え性、肩こり、切り傷や火傷にも効くそうです。有料ですが貸切風呂もあります。こちらには無料のマッサージチェアも置かれています。湯上がりアイスキャンディーや漫画コーナーもありました。ただ客室への持ち出しは禁止のようです。楽しみにしていた夕食の時間です。今夜はバイキングになりますが、かなり期待できそう。レストラン内はこんな感じです。それでは料理を拝見しましょう。ライブキッチンもありますよ。いきなりステーキだ。新潟名物のタレカツです。天ぷらは揚げたてで提供しています。前菜おつまみコーナーです。新鮮なお刺身が並びます。焼きうどんや湯豆腐もあります。
あんなワゴンもあるんですね。広いレストラン内は便利ですね。こちらは岩船産コシヒカリです。新潟の米って美味しいですよね。釜で炊いたんだ。名物のふのりそばもあります。サラダも充実しています。握り寿司も食べ放題なんです。こちらはローストビーフですね。ライブキッチンで切り分けてくれます。そして豪華なカニ、見てください。このボリューム。カニの食べ放題は期間限定ですので、公式サイトでチェックしてくださいね。鮭、ハラコのわっぱ飯もあります。もちろんデザートコーナーもあります。アルコールは有料です。地酒もいろいろありますね。新潟は名酒がたくさんありますよね。ソフトクリームもあります。ハーゲンダッツアイスクリームもあります。ソフトドリンク、コーヒー、お茶は飲み放題です。豪華な夕食を堪能できました。今夜はこれで失礼します。おやすみなさい。おはようございます。瀬波温泉2日目の朝が来ました。今日もお天気良さそうです。ベランダに出てみます。目の前が海って最高ですね。気持ちのいい朝です。これから朝食に行ってきます。おはようございます。レストランは夕食の時と同じ会場になります。夕食も豪華だったので朝食も期待できそう。朝食もビュッフェスタイルです。早速見てみましょう。こちらではセルフで醤油ラーメンを作れるようです。トッピングもありますね。アジの干物です。お茶漬けもあります。パンとデニッシュコーナーです。焼きたてパンって書かれてる。こちらで焼いてるんですね。バターロールや紫芋パン、バタースティックなどあります。和食コーナーです。
向こうに見えてきたのはのっけ丼ですね。オリジナル海鮮丼が作れるみたい。甘エビにイカ、サーモン、ネギトロなど豪華ですね。デザートコーナーです。こちらはサラダコーナー。その他にもご飯に合うおかずがたくさん並んでいます。こちらには体に優しいビネガードリンクが並んでいます。海の幸も新潟グルメも存分に味わえる食事内容でした。大満足です。それでは今日はこの辺で失礼します。次回もぜひご覧ください。Yeah.